入江寛一3月6日から1955年4月22日は、日本の官僚、提出会計審査局長官、貴族院議員等を務めた。野村康氏の次男であり、叔父である入江九十一の家督を継いだ。1879年に野村康氏、花子夫妻の次男として生まれ、2歳で康氏の亡きあり、入江九十一の養着氏として、入江姓を継ぐ。 東京婦人城中学、旧西山口高校を卒業。1906年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年7月14日、神奈川県属、知事官房県第一部地方課に勤務。同年11月高等文館試験に合格。1907年3月19日内務属、大臣官房台湾科県地方局勤務。 同年、5月1日大臣官房からふと科兼務に就く。同年10月9日、山梨県事務官となり、明治40年の大水害後の復興における、理災者の北海道移住などに携わる。同年、内務部学兵課長県農省課長に就任。1908年8月29日数密院書記官、県数密院議長秘書官。 1914年8月29日、健康等捕獲新研所事務官。1917年8月10日、県法制局参事官。1920年9月14日、内閣恩休局長兼数密委員記機関に就任。1923年4月7日、内大臣秘書官庁兼区内省参事官兼法制局参事官兼数密委員記機関に就任。 1924年4月9日、県内蔵頭、免県区内小3次官。1925年3月31日、免本館仙人内蔵頭、異岸免県数密飲食機関。同年12月、提出会計審査局長官に就任。1932年8月、異岸免本館。1934年4月、満州国区内副次長。 1939年7月、貴族院議員。1940年1月、恩給金庫理事。同年9月同理事長に就任。1946年公職追放。1951年8月、追放解除。1955年4月22日、高い。ありがとうございます。